アーサー・ロイド・アーサー・ロイドは、聖公会の宣教師、慶応義塾大学、東京帝国大学の英文学教授、立教学校、立教学院の総理を務めた。1852年、親の仕事の関係で、インドのシムラーに生まれる。1870年1月から、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジで産学期間を過ごして、その後、ピート・ハウスに所属。 ケンブリッジ大学を卒業し、ドイツに留学して、中便ン,ン大学でサンスクリット語を学ぶ。その後、イギリスで教師と牧師をする。1884年に成功会の宣教師として来日し、福沢諭吉の家で家庭教師をする。その後、慶応義塾で教える。福沢諭吉から慶応義塾の教員の中で、 唯一真の学者と当初から認められていたロイドは、慶応義塾で11年にわたり、教鞭を取った。慶応義塾と小船学校で英語を教える傍ら、福沢諭吉はロイドに三田キャンパス内の西洋館を与えるなど工遇し、三田の慶応義塾敷地内で希望協会を創設した。一時イギリスに帰国した後、再来日して、ジョン・マキムーに壊れて、 米国政交会が経営する立教学校で5年半にわたり学院総理を務めた。このアイダロイドは政府認可校において宗教教育を禁じる1899年の文部省訓令12号問題に対し間接的であれ学内で一定のキリスト教教育が可能であれば訓令を遵守するという方針で乗り切った。 その結果、認可校として存続した立教は、上級学校への進学資格や、徴兵猶予の特典を維持することができた。それと同時に、ロイドは立教における一般教育を強化する教育方針をとり、立教中学校を訓令発布1年後の高等学校入学試験で、受験者全員が合格した唯一の学校に成長させた。 受験生の半分以上が合格した学校は他になく、これは全国で最上位の成績であった。東京高等商業学校、東京専門学校でも教鞭を取った。1903年3月に立教学院総理を辞任した後、同年4月から小泉役もの公認として、東京帝国大学英文学科で、夏目漱石、植田里氏と共に英文学を教えた。 1911年、東京で死去。聖アンデレ教会で葬儀が行われ、青山霊園に埋葬された。ありがとうございます。